はい、どうもこんにちは、おちTVおちゃです。ブロックです。今回もセブニングレバープリンセに入れちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、現実だとめちゃくちゃすごいんだけど、ウイニングイレブンで、最も不遇な評価を受けてるんじゃないかっていう選手ですね。今回紹介しようかなと思うんですけど、このシリーズはね、以前に、モドリッチですね。現実ですごい神なんだけど、モドリッチの場合は、まあでも使われてないよねっていう選手だったんですけど、今回は、ウイレで最も不遇されてるということで、FP としてもかなり来てるんですよね。やっぱり現実の活躍が目まぐるしいから。なんだけど、やっぱり来たとしても、ちょっとね、総合値も微妙だし、使ってる人もあんまりいないということで、そちらの選手はこのね、レバンドフスキーですね。レバンドフスキーね。これね、最もウイニングイレブンで不遇な評価を受けて、っていうのも、レバンドフスキーって、FP として来るものの、なんか知んないけど、レバンドフスキーだけ総合値がまず100いかない。なんか能力値ももちろんオフェンスエースは決定力高いんだけど、なんか能力値の上げ幅も微妙みたいな感じになってるし、なんか渋るんだよね。まあそれに合わせて、やっぱりレバンドフスキーって、まあ今やっぱりね、前の選手っていうのは、まあルンメニゲ、ラッシュフォード、ロナウドとか、かなりやっぱりストライカー系の選手で言うと、まあ今ね、やっぱりレバンドフスキーよりも使用感がいい選手とかも多くて、やっぱり使ってないって人がいるし、でも毎週っていうか結構な頻度で、後半8だし、ライブアップで A で来る。で、今週もライブアップで A でもちろん来てるんですよね。でも、やっぱり使われないんですよね。っていうのはやっぱり能力値も、まあ強いっちゃ強いんだけど、ただね、これね、中途半端で、ミドルライジングっていうのは持ってるんだけど、やっぱりね、こう確定系が一切ないんですよ。しかもワンタッチパス系もない。ちょっと不遇で、活躍度合いに合ってない、ね。なさすぎるよね、やっぱ。これは一番、やっぱり。だから、もっと強くしていいし、っていうのはあるんだけど、なぜか固くなに、そう。だってレバンドフスキーってなんか記念ゴールとかも決めてるのに、その時も微妙だったみたいな。だまあ年齢ってこともあるのかなっていうのもあるんだけど、ただモドリッチは全盛期からちょっとさすがに今落ちてるっていうのはわかるんだけど、レバンドフスキーって未だに結構すごい。そう。使うんだったらどこが強いのかっていうところで、でセンターフォワード使う確かにやっぱり確定ダブルダッチとかなくて微妙なんだけど、今回ねやっぱりまあ結構何度か言ってるんですけど、やっぱおすすめしたいのはこの OMM ですね。ライブアップで A の週だったらガチ使い使うことができるっていうので、このレバンドフスキーってオフェンスエースの決定力がものすごい高いのはもちろんなんだけど、フィジカルボディコンもあって、でそれなりに全ての数値は結構高いんですよ、平均的に。だからパスとかもそれなりに参加できるから、組み立てにもしっかり参加してって、好きあればね、このオフェンスエースがかなりいいんで、いいね、裏抜けをしていくんですよね。高い決定力もあるから、それに合わせて結構ミドルライジングの強烈なシュートを持っていけるっていうのがあって、ここで使うとね、ライブアップで A でも正直、いやこれルンメニゲで A なとか、それこそ今週来てるムバッペでいいなっていう風にはなっちゃうんだけど、OMM だったら、普通にガチスカレベルでもちろん全然使っていけるんで、まあおすすめの起用はあくまでも、デルピエロとかを出して、後半相手が足が止まっている55分ぐらいの最後の一押しにかけて、まあこんな感じでね、ゴリゴリのこういう選手を入れてあげて、最後こう思いっきり相手にね、行くっていう感じの、こういう切り方がやっぱ一番いいのかなと思うんで。まあそれでもムバッペでいいんだけどね。まあ OMM で使うとしてもやっぱムバッペの存在感の方が今週出ちゃうし、まあ、そういった意味でもなんか不遇なんですよ。ということでね、まあ、最後にレバンドフスキはどれぐらいやれるのか、フレまで確認していこうと思います、はい、レバンドフスキNecesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Casemiro. Nefe. Cristiano Ronaldo. Pase genial. さあ、というわけで行きましょう。調子、好調ですね。どうしようかな。前半から使うとね、かなり疲れちゃうんで、ちょっと後半から行きます、今回は。スキップやないかい、前半。でもどうしよう。いや、前半行くか。いや、これ前半から行こう。普通に。前半行きます。ミドルライジング、ぶちかましてぇな。かなりいいもの持ってる。さあ、ここ。ここ怖いよ。危ねえ。ちょっと
ここ入んねん、助かる。はい、コースだけじゃん。さすがにね。いや、さすがにじゃないですよ、入るよ。なんで、なんで、なんで止まった今。ではちょっと使っていきたいんだけど、オッケー、めっちゃオッケー。いや、これ活躍させよう、活躍させようと思うとね、やっぱ難しいな。そういうことじゃないよ。いやー、そっちもね、何かけ今やってみて。いやー、ナイス守備だね。あそこでやっぱりダブルタッチあればなとかって思っちゃうな。今の動き出しはいいんだけどね、あのルームメニューのところに入ってスポット入ってやるっていうのは。ただやっぱり依然として、うわー惜しい、あれなんだよ、ね、イリチャだ。まずい。あ、惜しい。いや、ナイス、今良かったよ。そうそう、お前もう腰すごいな、近場で。関係ねえ、関係ない、すいません、関係ねえことしてんじゃん。いや、それ全部は無理だろ。ダメでしょ、関係ないことしちゃ。そう、でそれ全部は無理よ、さすがに全部レバンドスキー何かやるみたいなの。さすがにね、これ安全安心。いや、まあ風邪させえからさすがに入んないよ、あんな普通。ただ人は普通だったら切れてる人もいるんちゃうか、あれ。あんな、まあそうか、打たないけどね。チャンス潰してるようなもんだよ、ね、いや、やっぱこれレバーの動画やから活躍させて、活躍させて。おい、え、こっちでしょ。あー惜しい、もうダメだ。あーダメだね、それは。いや、今でもめちゃくちゃいい抜け出しじゃなかった今。いやまずい。あーなめんなよ、お前レバの隙を。何本も外したのに、さっきからこれすごいんだぞ、現実だと。何本もロベルト外してたのにな。いやいや、まあでもあれ入ったら結構スーパーゴールっていうシュートで、やっぱしっかりこういうところは決めるよ、やっぱり。抜け出してしもてる、まあ、頑張ったね。もうこいつやるやん。ちょっと、いや、ちょっと、あーコースに、ヘイ、あざした。